ってみたいと思います。まあ、ちょっとこちらのあれなんですけどもね、このアクションカメラエイプマン、めちゃくちゃ気に入って使ってたんですけど、実は壊れまして先日。なので走行動画が撮れないということです。非常に不便だったんですけども、まあ、とりあえずアマゾンの方にクレームを出しましたらですね、とりあえずまあ返金をすると。ただ返金がいつ返ってくるかようわからないんですよね。全然返ってこないんですよ。で、待ってたんですけど、これ待っててもしゃあないなということで、で、あ、忘れ物した。なかったことにしてスタートしたいと思います。はい。ジグサーの、元ブログのスタートです。本当ですね。同じことを言いますけども、エイプマンのカメラ、まあ、エイプマン買い直しました。もともとですね、壊れたきっかけが本体でまあ充電するんですけど、バッテリーをずーっと充電しっぱなしやったんですよ。で、過充電かなみたいな、そういう感じの壊れ方だったんで、ちょっと次は怖かったんで、専用の急速バッテリーチャージャーも購入今回したんで、もうこれでもうバッテリー4個っていうですね4個体制のバッテリーがあるっていう、どんなロングツーリングでももうこれから大丈夫だろうっていう、はい、元ブロガーとしてもですね、間違いない体制を作ったというカッサンでございます。なのでこれからも大丈夫だと思います。もうなんやったらR125 のいいところね、フロントのですね、カウルのスクリーンの下に、なんだったら充電しながら走行もできるようになったぜということで、これはもう元ブロガーカッサンとしてはもうかなりの飛躍と思っております。というか僕今普通に元ブロガーとかって言ってますけど、本当はね、僕ね、元ブロガーみたいな気持ちってあんまなかったんですよ。ただ単に普通にバイクの動画上げてただけで、自分では元ブロガーなんてこれっぽっちも思ってなかったんです。ただ最近面白いのが、普通にツイッターとか見てたら、もうなんか、なんやろ、一人歩きしてるというか、例えばね、タイムラインで、R125 に乗ってるカッサンっていう元ブロガーの人がいるんですけど、あの人が、いや、俺、もうそんな認識みたいな。元ブロガーの人なってるやんみたいな。まあ確かに俺も元ブロガー寄りに寄せていってる自分の自覚もあるんですけど、そうか、俺はもう劣気とした元ブロガーになっていたのかっていうね、はい、ということで、ちょっと元ブロガー認識も深めながらですね、進めていきたいなと思っております。さあ、ジングサー乗ってみます。本当にね、爽快。まず乗ってみて、なんか今日は ジグサー2日目なんですけど、全然ちゃいますね、1日目と感覚が。まあ1日目のファーストインプレッションは前回の動画、これね、見てほしいんですけども、この2日目、アップハンドル、姿勢は楽、まっすぐで、こう低速トルクがあって、天気良くて、これ最高じゃないですか。正直ジグサー、僕ね、ジグサーの購入をまあ一旦考えてたって、昨日の動画にも僕あったように、そのきっかけがまずジグサーに関しては値段なんですよ。その僕初めて R125 を見に行った時に、ありますかって聞いたら、店の人にないよって言われた。 S125 ね。で、その S125 に似てるのがこれやで、ほぼこれやでって言われたんがジグサーとの出会いやったんですよね。今年の1月ぐらいですかね。で、また買ってみたら、あれ、なんか骨太でええやんって思ったんですよ。しかも値段がそれ29万5千円やったんですよ。え、なんでこんな安いんですかって聞いたら、もともと安いねんけど、まあ、そのいわゆるその
まあ試乗車みたいなのの新古車みたいなんやから安いねんねって教えてもらったんですね。こんな安くて高速も乗れて今はこんな時代と思ったのがまず初めの出会いでした。だから正直悩みましたね。120号の方が高いからはい、事故りかけました。ああいう時なんですよね。不用意にこうブレーキをかけるじゃないですか。リアブレーキが、リアタイヤが流れるんですよ。こういう時にですね、ABS がないとね、どうかなと思いますね。あとまあ、カッサンも運転がダメでしたね。まあ、今のはでも全然ね、大丈夫。あとはそうですね、つい癖で6速まで入れようとしますね。あ、5速までかみたいな。だったらね、この加速フィーリングで、R125 もあればいいなってちょっと思いますね。あんまり R125 でね、130キロ出ますけど、あ、言ってもた。103キロは出るけど、まあ、いらないですもんね。本当に。いかに100キロちょいぐらいをが気持ちよく引き出せるかみたいな、そっちの方が大事だと思うんで、割とねジグサーのこのコンセプト合ってると思うんですよ。低速で引っ張った時に嫌なノイズ音とかね、あの振動とかないんですよね。さーんと、私は低速の人ですみたいな、もともと私こういう人ですねみたいな、低速の人です、もともと私みたいなもんは低速の人なんですみたいな、存分に下のギア使ってくださいみたいな動き方が超気持ちいいんですよ。だからね、その奥ゆかしさ、なんかそうめっちゃ力持ちで優しいのに偉そぶらないみたいな、そういうジグさんの奥ゆかしさがめっちゃ感じられます。そういう意味ではね、値段と内容で言えば絶対買ってこれね後悔するバイクじゃないですね。前も言ったと思うんですけど、僕250のグラストラッカー安いからっていう、ただ単にそれだけの理由で乗ってたことあるんですけど、全然グラストラッカーよりも、車高、あとこの骨太感、シートのこの安定感で、高速でパッてこうスピード上げた時のなんか安定感も全て凌駕してますね。むちゃくちゃいいです。やっぱ最新の今時のバイクだなっていう感覚はあるんですよ。こういうこの姿勢で形ってね、昔で言ったら例えばオフロードみたいなのが好きな人がねよく乗ってた形と思うんですけども、オフロードでもない、ただの普通のオンのバイクだけのカテゴリーでもないみたいな、このジグサーっていう新たなこの新境地、いいですね。アップハンのいいところって景色を楽しめるんですよね。これダブルの時もそうやったんですけど、ダブルやったらこのメッキのですね、ライトにこういろんな風景が綺麗に映り込むんですよね。それをこう見ながらこう飛ばすでもなくみたいな、あれ楽しいんですよ。こう箱根とかバー走っててもね、後ろからもうレプリカとかセバハンがギャー来るでしょ、どうぞお先にみたいなね、何をそんなに急いでるんですか、お先にどうぞみたいな、あれがいいんですよ。 W650 いいところ。だこのジグサーもね、別にそんなもんどうぞいいですよ、ニコニコニコみたいなね、そういう風に乗れるバイクなんかなって思いますね。あ、ちなみに今日これ何のために移動してるか説明するの言ってなかったですね。これはね、今からですね、高校ダンス部でですね、ちょっと用事があって行くんですけども、その傍らですね、僕の弟子、ダンスの、まあ、ジャグリングの両方弟子なんですけど、タクって言うんですけど、そいつが明日から僕の MDF ダンススタジオで先生、イントラとしてデビューするんですけども、まあ小学生から、小学生の低学年から見てて、そいつがもう立派に成長して、
僕のダンススタジオ先生やってくれるっていう、まあ前日節目の日になるんですけども、あの僕の仕事も実際まあ横にでつかして見せて、まあずっとやってきたんですけども、高校ダンス部にはまだ連れて行ったことがなかったんで、そういう現場とかもこれからどんどん渡していけるようにですねするために、まあつかそうかなということで、今はそのタクを迎えにわざわざ大回りしています。全く逆方向、全く逆方向なのに迎えに行ってあげるこの優しさ、ね、実はちょっと喉が痛いんで、この元ブログの辛い中を押して喋ってるんですけどですね、まああと3日もすればあと3日ぐらいかかりますね、あと3日もすれば治ってると思います。今日はたくさん面白い話いただきました。まず1個、ヴィッセル神戸っていうですね、あのサッカーのチームの方から、依頼がありまして、これから定期的に、まあ、僕は兵庫県パフォーマー協会っていう協会を作ってるんですけども、そこでぜひパフォーマンスを定期的にやってくれないかという依頼が来ました。これから毎月複数回、ヴィッセル神戸 の、 あのホームのスタジアムが神戸にあるんですけども、そこでパフォーマンスをやれるようになりました。これも決定です。なりました。なので、まあ、僕も含めてね、いろんなパフォーマーの人とヴィッセル神戸盛り上げていきたいなと思ってます。そしてその2、なんとですね、これはまだ決まるか分かんないですよ。でももう2回電話かかってきてるから、パーセンテージで言えば 50% これ決まってるかもしれないですけど、加算 CM 出るかもしれません。加算 CM 出ます。まあ心当たりがですね、ただの元ブロガーではない片鱗を覗かせてるところなんですけど、なんとですね、まだ内容はちょっと言えないですよ、ね、何の CM かっていうのはちょっと言えないです、ね、言えないんですけど決まりそうです。 B のもうツースト B のね、僕の持ってるツースト B のの、解体みたいなベストアみたいな動画を漁ってたら、初めてバーンってぶつかった人で、あ、女の子でもそんなことすんねやっていうのがあって、なんか僕と全く一緒なんですよ。そういうネットみたいなんで買って安く、僕より安かったんちゃうかな。ほんでそれをまあバラして再生させるみたいな、まさに俺と一緒やんかと思って見てたら、もうバラすのも全然僕より もうビビらずガンガンバラしていくんですよ。ほんでもう全部手洗いしたりとかで、まあ情報量、あとその文字の付け方とか、もうほんまにプロ、ほんまにテレビ番組見てるぐらいのクオリティでやっていくんですね。すごいな、これがほんまの YouTuber やな、俺なんか全然やなと思って、パッてチャンネル登録者数を見たら3万9000人ぐらいだったかな。3万ですかみたいな。でもほんまにそのぐらいに、まあ、なるやろなっていうクオリティなんですよね、やっぱりね、うん、やっぱちゃんと努力されてるな、それだけのことをっていうのは思いました。やっぱほんまに有益な情報ちゃんと流してましたからね、本当に。それはすごい尊敬に値するなと思いましたね。ね。って思うんですけどね。まあ何事も、まあ、一歩一歩ですからね。でもなんか一番かっこいいのってあれじゃないですか。別に大して編集もしない。ね。結構荒い動画も。でも、面白い。内容が面白くてチャンネル登録者数が多い。これが一番理想です。僕の中で。かっこいい。ね。でもいや。でもやっぱ俺好みではないな、うん、でも俺仮面ライダーが乗ってるって思ったら多分ね合ってると思うんですよね。こういうことやと思うんですよ。仮面ライダーがこう変身でね、キャシャンのフレンダーみたいに変形したらこうなると思うんですよね。そう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 、だからそれあれですよ、ジグ、あとあれや、あったわ、カッサン、ジグサーじゃないから、ジクサーやから。クレーム入ったから。
YouTube。 そうそう、ジグサーじゃないから、ジグサーやから。あ、こっちから見た方がかっこいいかな。でもね、僕ね、ジグサーやったら絶対顔変えると思うんですよね。僕顔を絶対カスタムすると思う。これ顔カスタムを、顔カスタムのキットがむっちゃいいのあったら、これ絶対にね、ジグサーっていいと思うんですよね。僕あの、あれですわ、ビッグドムみたいにしたんです。こうやって縦2つ、縦2つにライトして。だから僕ジグサーやめたんですよ。絶対僕ジグサー買ったらね、ゴリゴリにカスタムすると思うんですよ、むちゃくちゃ。ということで今ですね、あの弟子のタクをピックアップして、今から一旦ですね、あのまあほやろ、こっちに撮ってんの、こんなんして映るかい、こう撮ってんのに。いや、あの前の車の、そんな映るかやってみて、多分映ってないと思う。タクをピックアップしてですね、今からまず一旦兵庫県パフォーマーライセンスの予約に尼崎市役所に向かいたいと思います。尼崎市役所に、向かう過程で、右に見えますのがですね、 SBS 鈴木兵庫東になっております。GSX のリコールの修理が終わったと連絡がありました。なので本来であれば SBS によってですね、実績を受け取るべきですが、私は受け取りません、ません、ません、ません。それはなぜか、ジグサーを楽しみたいからなのです。なんならちょっとジグサーが好きになってきているのです。なので月曜日まで借りることになりました。月曜日まで借ります。月曜日まで借りると SDS の人には言いました。ただまあ月曜日までいろいろあるんですよねっていうオーラを出しながら、なのでこれが通ったわけです。まさか SBS の人もジグサーを返せるタイミングがあるとは思ってないでしょうね。本当はですね、キャンプツーリングね、日曜日出発行きたかったんですけども、日曜日ね、なんと雨っていう予報で、本当にもうやる。おい、遅い、もっと早い段階でややしな。あ、今ですね、いや向こう車線の方がいい。今あのややの仕方をですね、今タクに伝授しております。今日はスクーターあかんねん、スクーターあかんねん、スクーターあかん。スクーターにややしたら、お前なんやねんって顔で見られるから。君誰っていう、初やや行く、初やや、え、戻るん、初、おーい、イエーイほらほらほら、返してくれたやん、返してくれたやろ。いや、一回成功や。でもかなりちょっと戸惑ってたけどな、向こうの人も、え、こんなとこでみたいな、え、こんなとこで、やえーみたいな。そうそうそう、そう、止まってる人にやえーっていう。でもよかったやろ、嬉しいやろ、親近感わかる。そうやね、それがバイクのいいところや。ダンスはさ、こうダンスで語り合うやん、人と。バイクはやえーで語り合う。でもなんか無理やりやったな。その二人にややされたらさ、やらざるを得ない向こうも。スピード出してるわけじゃないの。同じジグサー。え？やえって同じとこと思う。こうなったら。え？一緒に来い。ちゃうやん、ジグサーちゃうやん、ジグサーや思ったやん、一瞬抜いて怒ったら、ジグサーや思ったら CB ん？ CB でした。お、似てるな、
あれ鈴木パクったこれ。CB250F をパクった。完全にジグサや思ったけどな。ほら、めっちゃ似てるねんけど。どっちが先なんこれ。あんまり勝手なこと言わんとこらしい。期日、6月、7月、8月の申請が無事通りましたので、またね、大手を振ってパフォーマンスができるということで、さあ今からですね、もともとタクト行こうと思っていた高校ダンス部行きたいと思います。今日は高校ダンス部でオーディションがあるんです。それの特別審査員ということで、まあ弟子のねタクを連れて行こうということです。 Here we go。 さあ行こう。行っちゃうよ、大阪高校に行っちゃおう。スクーターちゃうねん。スクーターはやえでけん。あのバイクなんやろな。並走やえはいつの無理やろ。やってみる。並走やえ。うい。無理や。やってくれるかどうか分かれへんから。並走、たぶんやってみて。バイバイ。見てないやんか。見てないし、見てないし、急に止まんな。あ、SBS や、ジスピケの交換できてるよ。でも私は出さないのです。私は出さないのです。今見た女子高生のスカートがフィアーってなる。おいー、ほんま上げた。もっと早くやらな。手上げてくれた。動画には載ってなかったぞ。今女子高生のパンツの話してた。あれ禁止にせえへん。もう女子高生のスカートの下にショーパンを履くっていうあの文化をもうあのやめさそう。違反にしよ。切符2点ぐらい切ろ。あれはあかん、ほんまにあかん。夢がない。こうやってやってる時に限ってさ、あのな、警察に会わへんねんな。前とかあそこで警察おったのに。ポリスメン、そういう面白いところに遭遇すんねんけど、撮ってる時に限ってあんま遭遇せへんねんな。うわ混んでる。いける、いやいや。じゃあもっと早くいいからな。いや十分あったよ。遅い。ほんま？警察にやえ。おい。警察見てた。警察何意味だよ。なるほどね。二人乗りで坂道でフルスロットルしたけど、やっぱ100キロいかないですね、ジグスター、うん。元ブログの人になってます。それでは先生、はい、ありがとうございました。はい、お願いします。失礼します。ごめん、なったら遅くなった。明日何があんの。なんかこういうとこあるやん、はい、こういうとこで踊ってんの撮りたいね、はい、撮っていい。ということで無事
送り届けたんですけども、若干喉も痛くなり鼻水も出てきたので、私の元ブログもまあここまでにしたいなと思うんですけども、一つだけ言っていいでしょうか。ジグサージグサーじゃないよ、ジグサー。一日中乗り回しました。2、3時間乗り回しましたかね、カスさんね。ジグサー総括します。めちゃくちゃ腰にいいです。単純ですけど全然、あと疲れない。何この疲れなさ。さジグサー全く疲れません。何時間でも乗れそうな感じがします。 R との違いここなので、それは多分 S とか CB でもそうなのか。こんなにみんな楽してるんだ。言っていいですか、 R125 死ぬ思いで乗ってますよ。もっとジグサー S、ミスペケの S、こんな楽なんや。ずるいわ、聞いてないわ。これ楽すぎるよ。ずるい、本当にずるい。ネギの気持ちが、マジか、こんなに気持ちいいもんな。スイスイなんですけど。ということでですね、僕のおすすめのお店を、今から僕のお店を紹介します。おすすめのカッサングルメ、石橋の万願っていうところに行きたいと思います。ということで行ってみましょう。ここです。担々麺の万願です。いっぱいかな、いける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 。ここです。担々麺餃子の漫画です。これなら一応しました。2000円の月からちゃいますよ。難しいな。でもあれ、でも長友でボックスした、そこでゲットした、そこでゲットした。どうするかなと思って切っとくんか、切っとくのかな。あの1本着てて2分杯だろ、これも外してお店に来て、カッサンチャンネル見ましたって言ったら何かサービスをつけてもらうのを今からちょっと交渉したいと思います。何でも言ってみないとね。レッツ、店長と確約しました。なんとですね、カッサンチャンネルを見たって言って、カッサンチャンネル登録してる証明をスマホでしたら、なんと